この「キロルの長い間」っていう曲はですね、1998年のヒット曲になるんですね。そこでですね、今日ご紹介する最初の作品は「日の丸ソウル舞台裏の英雄たち」。同じく1998年に開催されました冬季オリンピック、これが日本の長野で開催されたんですよね。もう覚えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。で、この長野冬季オリンピックでスキージャンプラージヒル団体競技でですね、岡部孝信、斉藤浩也、原田雅彦、船木和義、この4選手が金メダルを取ったあの瞬間、もう本当に感動しましたよね。1本目が4位だったんです。これ2本飛ぶわけですけれども、1本目が4位で、2本目船木選手の最後の大ジャンプで奇跡の逆転優勝をしたっていう、あの原田選手の船木って言って駆け寄ったあのシーンはもう今でも鮮明に覚えています。で、この日の丸ソウル舞台裏の英雄たちという作品なんですけれども、あの悪天候の中ですね、日本が金メダルを勝ち取るために、その舞台裏で活躍したテストジャンパーの感動の物語なんです。選手ではなくてテストジャンパーの方たちの物語、これは実話ですので、ああ、あの時そんなことがあったんだっていう感激がもうさらに倍増されるわけですよね。それでなくても感動の金メダルでしたので、その舞台裏がこんな感じだったのかっていうのを、もうぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思う作品でした。で、私はこの作品で初めてテストジャンパーっていう方たちがいるんだっていうことを知ったんですよね。知ってる方は少ないんじゃないかなと思うんですけれども、このテストジャンパーっていう方たちはどういうことをするかって言いますと、代表選手の人たちが競技前にジャンプ台に危険がないかっていうことをまず確かめるっていうことと、競技中に指が振った時にはですね、何度も何度もそのテストジャンパーの方が飛んでジャンプ台の指を踏み固めるという役割をするわけなんですね。ですから競技の上では非常に重要な役割を担う人たち、それがテストジャンパーという方たちなんですよね。で、今回の監督が飯塚健監督なんですけれども、その舞台裏で戦ったそのテストジャンパーの存在っていうものを知った瞬間にですね、これはもう絶対に映画にすべきだっていうふうに直感したっておっしゃってます。いや、本当にそうです。こういう方たちをもっとこう光を当てて、こういう人たちがいるからこそっていうところを作り上げたっていう、これ素晴らしいなっていうふうに私思いましたし、クローズアップされるべきだっていうふうに思いました。で、今回のこの映画の主人公はリレハンメルで、そのジャンプの4人の中のお一人だった西方仁也さん、この方を主人公に描いてるんですね。この役を演じますのが田中圭さんなんですが、まず皆さんに思い出していただきたいのは、今言いましたリレハンメルの冬季オリンピックなんです。長野オリンピックの4年前ですよね。で、西方さんは団体戦でその日の丸飛行隊のメンバーだったんですけれども、その金メダル確実だったんですが、エースの原田さんが最後のジャンプで失敗しちゃうんですよね。それで銀メダルになったわけなんです。で、西方さんはじめ4年後の長野で今度こそ金メダルを取ろうっていうことで日々練習に励んでいたんですけれども、西方仁也さん、これ本当に残念なんですが、怪我をしてしまって代表から落選してしまうんですよね。そしてテストジャンパーとして日本代表選手たちを裏方として支えた方なんですが、そういうふうにただお話しすると、ああ素晴らしいなと思っていただけると思うんですが、その西方さんの人間らしさっていうものがこの映画にはしっかり描かれておりまして、やはりこの金メダルを取りたい、やっぱり金メダリストと言われたいっていう気持ちがすごくあって、心の
どこかで原田さんが失敗しなければ自分は金メダリストだったっていうのをすごく持ってらっしゃるというところもちゃんと描いてらっしゃいますし、で落選した時のその苦悩ですよね。で原田選手との友情があるんですけれども、怒りとか嫉妬、自分は長野では出なかったけれども原田さんは、もうこれ原田さんに申し訳ないですけれども、リレハンマーで失敗したんですけれども今回もやっぱり代表に選ばれたっていう、そういう葛藤っていうところもきっちり描けているので、ものすごくそのよくわかる人間ドラマ、美しいだけの映画じゃないっていうところがこの映画の良さだっていうふうに私は思いました。で西方さん自身もですね、台本を読んだ時に自分の心の中に秘めていたっていうことが文字になってたって、そういうことは使わなかったとしてもそういう気持ちだったっていうようなことを感じたっていうふうにおっしゃっていらっしゃいます。長野オリンピックなんですけれども、原田さんが実は1本目失敗してるんですよね。でまたリレハンメが良いライブとかってあの時言われてたと思うんですけれども、あの1本目4人ジャンプして先ほど言いましたように4位だったんですね。で船木選手のジャンプの後、1本目の時なんですが、船木選手がジャンプした後ですね、吹雪になってしまって、もうすごく強くなってしまって競技が中断したんですよね。でなかなか再開されなかったのがずっと画面で映ってたっていうのを覚えてるんですよ。あ、そういうことあったなっていうふうに思い出したわけなんですけれども、でこのまま中止になってしまうと1本目の成績で順位が決まってしまうわけなんです。で審判員の判断でこの時テストジャンパーが西方さんはじめ25人の方がいらっしゃったんですけれども、25人のテストジャンパーが全員無事に飛べたら競技続行しますよっていうことになったわけです。ですから2本目皆さんが飛んで優勝したっていうことは25人の方が全員失敗せずに飛んだっていうことなんですよね。いやこの時のテストジャンパーの方のこの映画見ててもその緊張感と絶対に飛んでやるっていうその気持ちをね、皆さんぜひあの味わいに感じ取っていただきたいと思います。で西方さんだけではなくてこの25人のテストジャンパーの方たちのその背景っていうのもいろいろと描かれておりまして、そのスキーに対する熱い思いとか彼らの葛藤も丁寧に描かれていますし、その西方さんの家族愛っていうところもきっちり描かれている。家族の支えっていうのはやっぱり大きいなっていうふうにも思いましたね。で今回その俳優の皆さんは地上約130メートル、これ高層ビルで考えますとおよそ35階の高さがあるっていうジャンプ台のスタートゲート、そこまではご自身でやってらっしゃるんです。怖かったと思いますよ。下見ただけでもゾッとすると思うんですが、そこまでは俳優さんがきっちりご自身でなさって、後ろでスタッフの方が命綱を持ってたっていう状態で、皆さん撮影をなさって、それからもう一つ着地直後シーンのシーンですね、着後します、着地直後シーンなんですが、こちらも自ら皆さん演じてらっしゃるのでスキーの練習は皆さんかなりなさったそうなんですね。ですから最初と最後は皆さんご自身でなさってらっしゃるっていうことで、それも大変だったんじゃないかなと思います。でもやはり田中圭さんっていう方はものすごく運動神経がいいそうで、陸上の訓練っていうのでカラサッツっていうのがあるそうなんですが、ジャンプ直前の踏み切りの動作っていうのがこうあるんですが、それがなかなかできるものではないらしいんですけど、なんか田中圭さんがスッとできられたそうなんですよ。とそれ周りの方も皆さんびっくりなさったっていうぐらい、あの身体能力があってこの役にぴったりだったんじゃないかなと思いますが、でもあの一丸となって金メダルっていうものは獲得できるものなんだなっていうことを私はすごく感じ取りまして、やっぱりオリンピックってすごいな、感動だなっていうふうに思いました。さあこの夏のオリンピックを観客を入れるかどうかとかいろいろ言われておりますけれども、開催されるならば私はもうテレビの観戦ですが応援したいと思います。